今回紹介するスレはこちら。とあるシリーズ公式人気投票結果。とある F で行われたやつ。魔術部門、科学部門、総合部門で分かれていて、魔術部門、科学部門の1位、2位のキャラがバレンタイン記念イラストになり、総合部門の1位、2位のキャラはアイドル衣装になる。前回の科学部門、魔術部門、総合部門で1、2位だったキャラは投票対象外。魔術部門、1位はまさかの逸話が1位。魔術部門、4位から10位。科学部門、最強と最弱が1位と2位で順に並ぶ。科学部門、4位から10位。総合部門、1位はなんと上条さん。総合部門4位から10位。上条さんがこの手のランキングで1位に入賞ってこのらの依頼じゃね？科学側は順当を超えた順当なんだけど魔術側が予想外の展開すぎる。お前ら逸話そんなに好きか。嫁にするなら逸話が一番良さそうだし魔術の中からだったらまあわかる。インデックスさんのなんとも言えない順位よ。逸話ならまだしもバードウェイにすら負けてるのか。10位まで見りゃわかるけど新規実装組が高めに出てるから。いつものテンションで4位以下に大差つけて3位だから安定感あるよインデックスさんは。オルソラの順位が意外と高くて嬉しいぞ。みんなようやくオルソラの魅力に気づいてくれたのかな。最近この衣装を実装したからかと、アニメにするとさらにハレンチさが際立つな。ミサカと触法抜きにしないとほとんど決まった順位になるから思い切ったなぁとは思うけど妥当だと思う。入賞景品があるタイプのランキングで、前回トップの人たちがずっと居座っても変わり映えしない順位にしかならないだろうから。それより下のキャラファンたちのための救済措置でこうしたんじゃない？ネイチン好きだから思ったより人気あって嬉しい。でも真面目にリアルでいたら人生を狂わされるのが、インデックスだからこのくらいでセーブしておいていいとも言える。逸話は人気の割に出番が壊滅的にないのが惜しいよな。最後の登場がリバースで一言喋っただけだし、逸話は本編よりとある F のイベントの方が出番あるまである。癖はあまりなくスタイル良くて可愛い女の子っていかにもソシャゲ向きのキャラだよなって。キヌハタフレンダ麦野が10位以内なのに本編でメインに絡んでるハマズラと滝壺は30位圏外という現実。みんなメイザースとかいう未亡人キャラが4位とかどうなってんだ。ネイチン思ったよりちゃんと人気あって驚いた。麦野もトップ10入りしててなんだかんだ言われるけど好きなキャラだからなんか嬉しい。ミサカすごいってしかならないから殿堂入りは英断だわ。得点がこれだからね。運営としては毎回1位固定じゃ困る。割とガチめに上条さんのアイドル衣装が気になる。どんな格好してるか全くイメージがつかない。ここまで女性キャラが人気を占める中で、ずっと上を張ってる上条とアクセラレータすごいな。この二人以外で人気の男キャラって誰なんや。女キャラに押されすぎてわからんくない？今調べたら上条さん一方さん以外の時点の男キャラは、魔術サイドは土見角17位、科学サイドは垣根が18位でいた。とある F の水着のデザインいいやつ多いけど中でも逸話のはズバ抜けて素晴らしい。最初の水着もなかなか攻めてて好き。作画スタッフに間違いなく逸話好きの人がいると思う。逸話の問題点はストーリー的にメイン張れる要素薄いことだな。神崎合流しちゃってから天草式単独で上条に接触する展開なくなっちゃったから。逸話前のソシャゲでも書き下ろしの水着あったよなって探したら出てきた。まだ3期なくてもアニメでメインに出てなかった頃のなのに扱いはめちゃくちゃ良かったんだよな。サンバの衣装も出てきたこれもなかなかエッチー。神崎とは違ったエロさがいい。サテン33位か。3位？ヒロインみたいな位置来てるしどうなってるんだこいつ？バードウェイやレッサーは上条の迷惑帰り見ず、ガンガン来るから出そうと思えばいくらでも押し込める。天草式はアークビショップが悪乗りしないと動けないのに新人のダイアンが浜面派だからな。いつは良くも悪くも真面目でおとなしいからな。盾宮さんが頑張って口実作ってくれないと部下であるいつはじゃ動けない。アニメでもレイルガンコミカライズでも存在をカットされた半蔵に票を全部ぶっ込んだぜ。前回の三強ぶりで何か対策しなきゃなとは言ってたがやり方が下手。推しを2位にする選挙になってるからな。とはいえ来年も待たせるくらいならちゃっちゃと再推しを殿堂入りさせて、投票範囲外に押し込んでやりたい気持ちもあるわけで。今年も去年もインデックスにフル突破してましたけど何か？
去年は最悪ベスト5のガスまであると思ってかなり危機感持ってた。今年は中間見てある程度最上位がセルかなと思ってたから2位まで伸びるかと思ってた。来年も投票迷わずに済んでハッピーハッピーですよ。ミコトとオケヌスが1位じゃないのかと思ったら殿堂入りしてて笑った。まあ前回1位ってことだから合ってる。さらっと吹き寄せがランクインしてるけど仮に1、2になったら新しいの実装してくれるのか？ないとは思うが出るとしても既存の有用だろうな。上条さんアイドル化確定。魔術最終結果。魔術最終その2。魔術最終その3。魔術最終その4。魔術最終その5。魔術最終その6。科学最終結果。科学最終その2。科学最終その3。科学最終その4。科学最終その5。科学最終その6。総合最終結果。総合最終その2。総合最終その3。総合最終その4。総合最終その5。総合最終その6。キヌハタがフレンダより人気なのが意外。金書さんちとレイルガンティの可愛さが受けたのか。ニャンニャンが県外なあたりメスガキキャラは人気ないんだろうな。神里勢力もメスガキサロメよりフランやエレンの方が人気だし、トップ10にランクインしてるキャラを見るに、挙入率が高いからみんなおっぱいが大好きなんや。この頃の人気投票から、随分とまともになったなって、ミコト以外順位がめちゃくちゃでくさ。この投票結果エンゼルフォールでも食らったのか？何周年か記念でやったやつだったはず。不正投票だらけで中間発表だとミコトも1位ですらなかったような気が。中間発表だとこんな感じだったな。もう何もかもがめちゃくちゃでくさ。日野がコイルみたいになってんじゃねえか。なっついなぁ。コイル事件のように直前になってミコトの順位が急に上がって最終的に1位になったんだっけ？あの頃は2ちゃんネラーによるネット工作、組織票、不正投票祭りだらけだったからな。なかなか濃いメンツが揃ってる中に混じる、ハーザックローラス。誰かと思って調べたら新薬参観に出たモブじゃねえか。ハーザックさんはモブの中でも倫理の保護者として、新薬8で上条東也と契約交渉してるぐらいに格が高いキャラなんだよなぁ。とある F 今年で4周年らしいが来年の5周年まで保つのかね。今回の上位入賞商品からホワイトデーまでやるでしょ。ただスクエニだからあまり保証はできないけど。あとはスクエニ次第。とりあえず上条さんアイドル実装するまで終わるんじゃねえぞ。アイドルの上条さんか。こんな感じになるのかな。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。